今回は超久々にやってきたこの新イベ超究極決戦クエストだね、このクローネやっていこうと思います。でギミックに関しては転送壁だけで、ブロックとウィンドウがちょこっとか、じゃあ適正幅かなり広いっていうことになるのと、あとは降臨の属性が結構関わってくるんで、まあ、編成組んできます。まあ、そんなわけで今回の編成は転送壁だけってことで、もう好き勝手組んできました。で多分最強になるであろうルシファーで、ルフィだね。まあ、ルフィも強そう。で、あと今回は最近リンヤを全然使えてないんで、このキャラ使いたい。そして、みんなの SS 短縮要因で、アーニャ連れてきたね。そんなわけでこれやっていこうと思います。で、基本的に、決戦クエストはね、これだ。この対策レベルっていうのを上げておかないと、与えるダメージが増えていかないですよね。例えばこれレベル10にしてると、与えるダメージ 5.5 倍補正がかかるけど、今の最初期レベル時だと1倍だから、まあ、実質、5倍のダメージを与える必要があるみたいな、そんなイメージ。なので、反射の方が、攻略難易度は簡単だと思うんですよね。ていうかむしろ反射じゃないと多分きついと思う。だって貫通だったら5倍殴んないといけないの、すごい大変じゃん。剣ザコ？剣ザコ。見た目的にはここの間に挟まるようで良さそうだけど、おはまりよ。よし。で、ドクロで、あ、加速したこれ。あ、これこれまずいパターンか。これ貫通だとすげえやらかすパターンかも。だから、こいつを倒すとおそらく敵のターンが加速するから、しっかり、ここで、こう。あ、でも別に等倍でもなんとかなるね。あー、そうするとこれあれだな。適当に暴れ回ってミスった瞬間やべえことになるな。多分これ即死でしょ。なんかそんな気がする。だからここでカーニャの加速。あ、これやると多分やばい。よし！剣ザコそうすると下手に倒しすぎると大変になるかもしれないな。多分これ将来的にボスも短縮されるでしょ、きっと。うわぁ、じゃあアーニャ変に触らない方がいいかな。とりあえずこれちょっとルシファーをずらす。ルシファーずらして殴りやすい位置に持ってく。うわ、友情コンボでも死にやすいのか。そうするとやっぱりルシファーがなんか一番強そう。だってこれ、ルシファーでみんなに剣パネルも出せたらやるじゃん。あれと一緒。天魔銃と一緒。ここで、とりあえず倒していく。あ、でも普通に、それ以外の殴りは結構なんとかなりそうだね。あとは剣ザコに、剣持った状態で敵に触れなかったら倒さないのか、これ。ここで、なんかこの形式どっかで見たことあるな。そうすると。で、殴って倒していく。よし。だから薄くここは、うわぁ、こいつら蘇生か！まず！マジっすか！ここで、いやぁ、結構きついこれ！で、これ殴ると倒すってことでしょ？あ、まずいこれ。これ即死じゃね？貫通いらなくなるぞ、そしたら。あ、でも即死ではないけど、やばっ！ちょっと待ってこれ！3体同時処理クソムズなんだが、これちょっと相手してる場合じゃないわ。絶対倒す。この次で本気出す。本気出してもなんかこれ無理そうな気がちょっとするけど、これルシファーの大号令で1回本気出せるような動きしないと、多分これ真ん中の下のあいつ倒せねえ気がするんだよな。でここで一旦置いとく。敵のターンはこれザコ加速する？うわ、やっぱボスも加速する。まずこれ。いや、これ貫通入れてる余裕ないわ、マジで。一旦死ぬから。いや、結構きつい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 。編成変える。喧嘩売られてる？お前じゃ勝てねえよ、みたいな。倒せ倒せ倒せ、よしよし、いや、これきちい。いや、多分、楽々攻略しようと思ったら、このレベル1状態でも、多分ルシファー艦隊だったら余裕でいけるでしょうね。で、ただルシファーを多分減らせば減らすだけ、これ難易度、はちゃめちゃに上がる気がするわ。で、ここに挟まる、取り丸、で、帰ってくるときに分かったけど、即死、ガチの即死は、この頭の上のこの数字、こっちは耐えられる攻撃だから、6万ぐらいか、5、6万ぐらいの落雷なんで、まだいけるね。ここで、挟まる。はっかった。カッチカチやぞ。いや、ゾクゾクはしません。
まあでもこれルフィのドレインがあるから、一応これでなんとか。はい。いやでもカチカチやな、これ。しかもルシファーの位置これ最悪。しかも今回なんかずらしてくれる優しさ。ねえし。どうすかな、これ一発もうこれ、リンヤを、いやでもリンヤをさすがにこれもったいないよな。そうすると、やっぱここで、こういって、挟まる。よし！しっかり挟まればなんとかなるけど、やっぱルシファー艦隊で大号令で4人分ぶん殴ったら、おそらくこれめちゃめちゃ強いと思うわ。ここに、やべ！いやもうこれルシファーの SS 使っちまうか。あ、やべ！これ消気連れてきたけど、こいつシールドブリーカー持ってる。いやほら、これはね、耐える落雷なんですよね。ここでもうルシファーの SS 一発使っておこうか。しかもこいつ回復するからな。斜めにとりあえず打ち込んで、とりあえずみんなに剣を渡せる。よしよし。いや、これルシファー絶対強えぞ。いや、これ完全にルシファーゲーやな、これ。ただその代わりみんなの SS が溜まり出してる。で、同時蘇生攻撃は、これも正気の遅延使えばなんとかなるから、なんか最近ちょこちょこ正気が輝くようなクエスト作りされてるね。え、これもしかして、いや、これ互い蘇生ではないやん。ちゃんと一体体。で、ルフィはここの激究極のこいつ倒すのに連れてきてる。ほい。こいつ殴って、おー、いいね、いいね。すげえ削れる、すげえ削れる。なので、ボスが水だから、そこでルフィが不利なんですけど、え？あ？え？あ？あれ今なんか蘇生モーションしなかった？え？こいつら蘇生なの？はい。で、ここで、リンヤを原則率緩和。いけ！で、ここで緩和して、緩和して、あそこカンカン。お、これ！うわーい！その一撃いらへん！蘇生でしょ。うわー、マジきつー、これ。ってことは、いやー、これちょっとルシファーでやってる場合じゃないぞ。絶対にこれ攻撃を当てたらあかん、今。ここで、はははは、ちょっと待ってください。カッチカチやぞ。でもこれ攻撃、右下の数字が多分蘇生モーションだから、多分こいつ倒すことでターンの短縮量多いな、きっと。何ターン遅延してる、これ。1回で。2ターンぐらい遅延してんじゃない？多分これ2ターン遅延してるでしょ。あー、まずい、これ。うわー、これ SS でさっさと抜けてかないと、これすげえ、ちょっと待って。マイステージ負けるような感じになってんだが。そしてやってくるこの煽りね、すげえムカつく。よし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 、できたできた。こうやって、もうこれ、あれだ、もう喋ってる余裕がない。これ、めちゃめちゃヒットポイントをちっちゃく調整して削り切るしかないね。これ多分、剣底一体倒すごとに3ターン短縮されるから、ほい。さ、ここで、グリードの SS を使う。これで一気に加速。よし！これも余裕で倒せ。よし、OK！ SS をすげえ残した状態でボス突入できた。さあ、ここからはもう、全力でいきますよ。あ、そうか、別にあれか、コラボじゃないから、なんも、もうあれねえんだ。ボイス的なの。で、これもしかしてまたこいつら同時これあれもしかしてこいつらまた同時に処理しなきゃいけない。で、これね、このクローネ自体は対策レベル関係ないから、1だろうが10だろうが削り関係ないですよね。なので多分、あ、でも防御ダウン入るかな。だからこういうのってボスを特攻した方が楽なパターンってあったりするんですけど、どうかな、これ。で、即死は13ターンか。遅延かけるか、これ。ただ遅延ちょっと早いよな、みんなの SS 残してるし。はい。まあ、ちょっと大げさに動いて。うん。どうすかな、ルシファーの SS もここで一発使っちまうか。ルシファーの SS なんで、だって。あー、で、透明化するのね。じゃあ、こいつらも思いっきり全部倒していっか。全部こいつら倒して。はい。一気に削り切る。やべ、これ、あいつ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 、あそか、グリード、グリード、グリード、よし、グリード助かる、これ。いや、大号令で動かした時に、グリードの恩恵もあるのすげえマジでいいわ。で、あー、ま、死なんしょ、さすがにこれ。あー、全然全然大丈夫、大丈夫、大丈夫。
で、ルフィの SS は雑魚処理にこれも当てたいから、敵、あの、水属性だから、フリ属性だし。ここで一発。パン。うわ、バカたーば、何やってんだ、お前もうちゃった。これまずいんですけど。いや、そうよね。あ、これ2回食らったらしいのか。いや、マジでこれ、何やってんだ、お前、マジで。ここぞという時に使うと思わなかった。とりあえずね、やっぱルシファー2体はないと、多分対策レベル1はすげえきついんじゃないのかな。で、開幕だけは、ボスもザコも両方とも存在してるから、SS 使うならおそらくここだと思うんですよね。これ以外で使うと、一気に大号令使ったら3ターンじゃない、3体倒すから9ターンか。9ターン遅延して、ものすごく大変なことになるから、多分ここしか使いどころない気がするわ。で、どういう風に使おうかな、これ。横間上がりか横、いや、でもザコ全部倒したいから、斜め適当暴れで、こうだな。これでいこう。はい。これでどうだ、いけ、お、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ、あんまりダメージ削れてないけど、まあ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 、まあ、え、強っ、はっ、えやっぱこれ、いやー、これもう、ルシファー一人でいいんじゃないんですか、あの人一人でよくないですか、あの人4人か、あの人4人でよくないですか。で、しかもこれ剣持った状態でこのままねじ込めるってことでしょ。で、次のステージ。さあ、どんな感じかな、はい。あ、これ。え、やっべ、これ。ちょっと待って。これ、配置完全に死んでるんですけど。まあいいや、とりあえず、この間でしょ、この間に、この間に大谷翔平して、挟まる、鹿丸、ナルト、コラボー、よし、で、ルフィは次そのまま。っていうか、この位置やばくね？ちょっと待って、この位置も積んでんじゃねえか。ちょっとこれ、運営さんミスでしょ、ミス。そしたら、剣パネル持ってるから、そのまま入り込むだけの簡単お仕事。うわ、怖え、これ敵の判定よくわかんねえんだが。はい。あ、やべ。あ、これやるとすごいまずい。よし。リンヤをこれどうなってんだこれ。なんかヒットストップで撃破とかあんまりしたくないんだけどな。っていうか、これ、解放してくれる演出すらなし。ちょっとこれ、な、頼む、なんかいいことこれ。うわ、最悪。挟まれ、挟まれ、挟まれ、よし、いやー、極上の体験です、これ。いや、終わらない。いや、終わってーわ、これ。きついっす、対策レベル1だと。で、ボス戦。まあ、とりあえず、短縮入れまくって、もう一回これで大号令使えるから、うわ、これまたあいつか。そしたら靴拾いたくない。軽くこいつら倒して、はい。一気に短縮しまくれ、一気に短縮しまくれ、一気に短縮しまくれ。どうだ？うわー、そんなに短縮されねー。しかもこれ靴倒したのきちいな。開幕調整できてないからね。で、大号令で、みんなぶっ飛ばして、そうね、4校は俺がみんな全部ぶっ倒すから、ルフィがこれ、剣パネル持ってるんで、剣パネル持ってる、剣を持ってるルフィでこれなんとかしたいな。まあ、斜めにとりあえずぶち込めば大丈夫か。はい。で、これで、ああ、そうね、全然大丈夫、全然大丈夫。さあ、あとはこれ、ルフィの SS が、もうすべてかかってる。多分これ、ルフィ以外だと、あ、ルフィ、リンヤオでなんとかなるか。ルフィの自強化3倍。非属性とはいえ、自強化3倍やっから、いや、ここでルフィの強さ見せられるかどうかだな。で、これでもう、一気に短縮されるから、これ次食らったら死にます。これどうなってんだ？うわぁ、そういう感じの配置か。もうちょっと下だったらな、これ。斜めにねじ込んだらいけるこれ。なんかすっぽ抜けそうな気がするんだよな。だから一回でもすっぽ抜けた瞬間、これ終わりでしょ？足元入るにはちょっと角度怪しい。斜めねじ込み多分すっぽ抜けるんだよな、私の勘では。かといって、リンヤはもうあんまりいい位置じゃないから、やっぱここでルフィの SS、いや、横勘で薄く下がるか。で、リンヤをに任せよ。いけ！どう？お、お、ちょ、いやー、そのクリティカルありがとう！うわ、ルシファー何やってんだ、お前！おお、ルフィありがとうございます。いや、これも喜べルフィ、奇跡が起きたぞ。
いや、できるな、これ、キングコング眼クリティカル見たかったけどな。いや、でも普通になんか横勘でも倒せるレベルだったね。やっぱ自強化3倍のルフィはバカなんだな、本当に。いや、というわけで、ルシファーゲースね、これ。多分ルシファー艦隊だったら多分めちゃめちゃ余裕でしょ、きっと。はい。そんなわけで、クローネ。いや、難しかったね、とりあえず。まあ、これ難しかったら対策レベルで何とかしましょうってことね。終わります。ごきげんよう。